民族服、民族服、民族服は、ある地方や民族特有の衣服。言語、宗教、歴史など、自然や文化、伝統を共有する人間集団に固有の服で民族衣装ともいう。関連する呼称として、国家が国民に着用を推奨、または強制する国民服、都会から離れた地域の衣装として、民族服、郷土服、 地方服と言われるものもある。民族服は都会的な流行服と対になる概念として使われる。流行服は都会の上流階級の間で発達してきたが、民族服は流行に左右されにくい山村の庶民の間で特に見られる。民族服はそれぞれに独自の形、デザイン、文様を持ち、それを表現するために染色技術を発達させてきた。民族服は 各地で暮らす人々の文化の多様性を視覚的に表現する文化的財産の一つと言える。その一方で現在民族服や民族衣装と認識されている衣服のうちには近代以降に国民国家の形成あるいは民族主義の高まりの中で形が整えられ規格化されたものも少なくない。インドのサリーやタイのパーシンのようにある地域で 相対的に劣勢な民族が優勢な民族に紛れるために優勢な民族の衣装を受け入れる形で民族を超えて広がった民族服もある。21世紀現在、世界的に洋服が主流となってきているが、普段洋服を着用する人々の間でも伝統行事に民族服を着用する場合もある。また、国によって伝統衣装の着用が 国民に義務付けられているブータンなど、今日でも民族服を身にまとって生活している地域もある。海外で儀式に出席の際のドレスコードでナショナルドレスと指定された場合は民族衣装を指している。民族衣装はその形によって5つの形に分けられる。民族服は流行服、ファッションのデザインに影響を与えることもある。中国では 古代から17世紀まで漢服が着られていた。新朝では満州民族の衣服と弁髪が強制され、漢服は同志などの衣服に名残を留めるのみとなった。現在では一部に漢服復興運動がある。満州民族が建国した新では、細い筒袖や裾の長いスリットを持つ乗馬に適した旗装が着用された。女性用の旗装を 現代風にアレンジしたものが、チャイナドレスである。中華人民共和国が成立してからは、人民服、中山服が着用されたが、21世紀の現在は、様相が広く行われている。日本の民族衣装である和服、着物、五服などとも言うは、平安時代の庶民の間で着られていたこそでが、平安時代末期から中世にかけて、上流階級にまで広がり、 日本独自の発展を遂げたものである。平安時代中期以前の貴族は、寒服の流れを組む礼服などの衣装も着用しており、側帯などの儀礼的和服は寒服の影響を受けている。安土桃山時代から江戸時代にかけては、ポルトガルの影響も受け、ポルトガルの衣服が、日本化した桃引き、恋口シャツなどは広く庶民の作業着や下着として普及した。現在では、男性は、 紋付きの羽織、袴、女性は留め袖、振袖などが清掃として使われる。礼服としての和服は、用途、結婚式や葬式などによって使い分ける。普段着としては、多くが捨てれ、わずかに浴衣、男性では、人米、サムゴロモなどもが夏場に好まれている。朝鮮半島の民族衣装は、半服と呼ばれており、長いプリーツスカートの形状をしたちまと、竹の短く、 結び紐があるチョゴリ、上着を組み合わせた女性用のチマチョゴリが代表的である。男性はやや長めのチョゴリにパジというズボン状のものを履き、街套、トゥルマギを着る。キバユー牧民の衣装であった古服を原型に中国、隋、唐の民族衣装であった漢服やモンゴル帝国の民族服、デール、古服系の影響を受けている。ベトナムでは、 新長の影響を受けた女性服、青材がある。身長の影響をあまり受けなかった地域では、ガンイ、ドレーパリ形式が発達した。衣には、ミャンマーの僧侶が着る、オーエ、一般男女が着るロンギー、マレーシアのサロン、インドネシアのスレンダン、カバヤ、フィリピンのバロンタガログなどがある。インド人女性は、チョリというシャツ、ガーグラというスカートを履き、 その上からサリーをまとう。北インドではサリーの他にサル、ワールカミーズやレヘンガも着用される。北インドの男性用民族衣装はクルターパジャマ、腰巻きのウルンキーやドーティーなどもある。祝教徒の男性はターバンを頭に巻く。極東部や中部山岳地帯の少数民族は一般的なインド人の民族衣装とは異なる衣装を着用する。イスラム教徒は 毛や絹の四角い布に頭や腕を通す穴を開けた泡を着用する。女性は肌を隠さなければならないので、チャドルと呼ばれる衣装は目の部分以外の全身をすっぽり覆う形になっている。そもそも洋服がヨーロッパの民族衣装から生まれたものであるため、基本的には洋服である。刺繍や装飾などで民族色を出すことが多い。スコットランドの男性用スカートであるキルトや、 ロシアのサラファン、ルバシカがよく知られている。イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、クロアチア、ギリシア、ドイツ、スペイン、フィンランド、ブルガリア、フランス、リトアニア、ロシアなどヨーロッパの様々な国のものが、長年時間をかけ、今日の形になっているものが洋服である。例えば男性用の代表的な洋服であるセビロは、イギリス発祥であるが、略礼服として広めたのは、アメリカ人であり、ネクタイは、 クロアチア発祥である。北アフリカでは、西アジアと同様にイスラム的なターバン、ハイクなどが着用される。熱帯アフリカでは一枚の布を体にかけたり、巻いたりするスタイルが発達した。南アメリカの先住民の衣装では、抜き頭衣であるポンチョが代表的である。イヌイットが着ていたあのラックは、現代の衣装にも影響を与えている。 また、アフリカから奴隷として連れて来られたため、アフリカの以上の影響も受けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。